団地の若者は元気いっぱいである。若い力で充満している。うまいね。団地経営の独身寮、10代の若者が多いこの団地は、彼らのため3階建て鉄筋コンクリート造りの寮2棟を作った。遠い土地からやってきた若者が仕事を離れ、ふるさとのことや将来などを語り合いながら温かく結び合うのはここである。あなたでした。小さい時からこういうプラモデル好きだったんでね、自然とこういうとこ行ってみるかなってんで入ってきてるから、今この職場いいとか悪いとか言えないけどさ、まあ自分なりに合ってると思ってます。じゃあもう将来ずっと、間違ってもそうだね、本当にこれからやっていくならばこういうおもちゃでやっていきたいと思ってる。じゃあ自分でこうアイデアを考えたり、これからそうですね、やっぱり